なんじゃ今のと。あれどうした？博士。どうした？博士、痛い。痛い。どうしたんだ？あのね、倉庫でちょっと探し物してたんですよ。うん、そしたらなんか荷物が倒れてきて、腕下敷きになっちゃってきて。どうしよう、見せてください。何やってんすか？痛い。なんじゃ今のと。骨折れましたよ、今、博士のせいで。骨っちゃ。ちょっと、触んないで。博士。ああ、そう。じゃあちょっと病院行ってきなさい。博士、病院って今日曜日の夜ですよ。空いてるわけないじゃないですか。もうそうか。なんかあの博士の工作で応急処置みたいなやつってできたりしません？あ、おし。じゃあウト君ビニール袋ちょっと持ってきてください。わかりました。博士、僕病人ですよ。病人、博士が取りに行ってください。なんじゃ博士に向かって物取り行き。なんじゃ病人に向かって。あ、すいませんでした。はい。あ、よし、はい、じゃあ今日はこのビニール袋で三角巾を作るぞ。おお。さあ早速作っていくぞ。材料はこのビニール袋と新聞、そして紐じゃ。よし、作っていくぞ。はい、今回は新聞を10枚ぐらい使うぞ。まずはじめに新聞を束にして半分に折り、巻いて棒にしてテープで留めるぞ。次に紐を30センチぐらいのところで切るぞ。これを2本作るぞ。次にビニール袋の両側を切って、輪っかになるようにするぞ。腕に新聞で作った添え木を当てて紐で固定するぞ。最後にビニールの輪っかを首からかけて腕を乗せれば完成じゃ。どうじゃ、ブトク。いや、なんか思ったよりもしっかり固定されてて全然痛くないです。そうか、ありがとうございます。この添え木はしっかりと固定してあげるといいぞ。うん、それではまた次回お会いしましょう。レッツ防災。